両チーム勝てば初の決勝進出という対戦。序盤は琉球が少し前に出るというところから、ただ静岡も序盤から追いついていきました。そうですね、ただそんなに点数が離れることはないなと思ってましたね。なんでかというと、特に静岡はきちんとした選手のセレクションで打ってましたからね。そうですね、はい、反応が少なかったのが良かったですよね。この辺りを金指のミドルシュートでまた点を取るという静岡でしたが、前半輝いたこの奥間のインサイドのプレーというのがありました。いや本当に、自分たちのオフェンスがうまくいかなかった時の奥間選手がですね、ちゃんとこうフォローアップしてくれるわけですよね。これは大きかったですよね。一方静岡は途中出場17番小林がチームトップの得点を取りました。彼の将来未来をすごく感じさせるプレーでしたね。こう試合通じて長い時間そうでしたよね。なんかそうですね。ただ一方琉球がこういった中でのプレーというのもありつつ、徐々に第2クォーターリードを広げていったところ、ただね、素晴らしいロールプレーですよね。だからもう初期で5、6点でずっとついていったんですよね。ただちょっと試合通して違っていたスリーポイントの決定本数、そうですよね、はい、亀谷のスリー、そしてここはまた奥間のインサイド、はい、粘り強いですね、奥間選手というのは。そうですね、はい、で一方の、はい、入りが良かったんですけどね、こうやって。そうですね、はい、静岡は安藤のレイアップなどで少しずつ追い上げていきました。いやこのパス見事でしたね、宮里。だからこの第3クォーターの宮里選手はまあ、パスもシュートも止められなかったですよね。ちょっとね、流れを宮里選手がここで作ってくれました。宮里が第3クォーターだけで10得点を挙げるという見事な活躍を見せました。いやこの距離決めちゃいますからね。ディープスリー、まあでもディープスリーっていうのが今当たり前になってますからね、 B リーグでもね、はい、U15 でもこの距離見られますからね。そうですね。そして後半も小林活躍を見せました。さらに太田も最後状態上げてきましたね。いいシュートでしたね、本当に。まあ、お互いがこういいゲーム、ね、内容、点数は相手しましたけど、はい、本当やることはやったとい こうゲームだったんじゃないですかね。キャプテンの亀谷も得点を伸ばしていきました。ただ一方の静岡もこういった山田の切れ味鋭いドライブなどがありました。そうですよね、こうね、残り30秒切ってこのスリーポイントですね。ここからですね、芝山の、まあ、今日静岡にとって初めてのスリーポイント成功。はい、もうベンチも大騒ぎしてましたね、これ。そして試合終了間際にははい、こちらの山城のスリーポイントも決まって、ここで勝負ありという形。最終的には今日は琉球がこの準決勝第1試合をものにしたということになりました。最終スコア61対46というスコアになっています。